片桐咲です今日3月26日は今年最強開運日天社日と一流万倍日虎の日の3つが重なる日ですまあ、そんな日にふさわしいいいお話を皆さんにしたいと思いますまあ、波動を上げるっていうことについてねお話をしたいと思いますまあ、波動を上げるって年がら年中言ってるんですけれどもまあ、そもそも波動って何でできるかっていうので、ね、もうちょっと詳しく話して 皆さんが日々どうしたらいいかっていうお話をねちょっと今までとまたねかなり違う感じでお話をしたいと思うんですけどもまず「波動」っていうのは何度も言ってるんですけど、まあ、オーラですよね皆さんが出してるエネルギーですけれども発してるパワーねっていうのは皆さんの今までの生き様とか どんな心でいるかどんな感情でいるかどんな考え方をしているかっていうのが全部出ます <laughs>、ねまあ、それ散々今まで説明してますけどね皆さんが思っていることもエネルギーに出てるし皆さんの生き様はエネルギーに出ちゃってるんですねこれは一切ごまかしが効かないですまあ、例えばちょっと昔闇の世界とか言ってね今足を洗った方とかでも雰囲気で出てるじゃないですかで今は違かったとしてもね、まあ、そういうのって絶対出ちゃうんですよどんなことでもねで、このエネルギーをね じゃあ良くする波動をよくするっていうのどうしたらいいかっていうと皆さんの心が変わりゃいいんですね皆さんの心の状態が良ければいいんですで生き様ね今までの生きざまちょっともうどうしようもない方もいらっしゃるかもしれないんですけどそうしたら今まではもうしょうがないですよねでもこれから変えていくしかないですよねじゃあどういう状態がね一番いいかっていうと一番高い波動っていうのは愛なんですね。 愛です。そしてまあ、喜びですとかね、感謝ですとか楽しいとかね、そういったねポジティブなエネルギーなんですね。で、愛の波動になればいいんですよ。愛の波動になれば皆さんの波動は高くなってるんですね。で、それはどういう波動かというと、つまりね思いやりを持っているかってことです。自分自身もそうだし、他人や他の命とか他のすべての存在に対しても大切にしているか、思いやりができているかってことですね。思いやりって愛なんですね。ちょっとしたことでもいいんですよ。 例えばね、電車とか乗るときにちょっと先にね人に譲ってあげるとか、まあ、何かね、さりげない気配りをしてあげるとかね、まあ、困ってそうだなと思ったらね、そこで話しかけないとかじゃなくて、どうしたのとか、何かできることあるって聞いてあげるとかね、気にかけてあげるっていうのも、思いやりですよね、愛を与えてあげてるんですね。愛の反対は無関心ですから、気にかけてあげないとか、話しかけてあげないっていうのも、それは無関心なので、愛の反対なんですよ。あと、褒めてあげるっていうのもいいですよねねね、まあ、例えば、ね、素敵なバッグ持ってますねとかね。 あのなんとか君こういうところいいよねとかね、言ってあげるっていうのもすごくいいですよね。褒め言葉っていうのも愛ですよね。いい言葉をプレゼントしてますので、で褒め言葉のいいところは、相手も嬉しいし、自分の脳も聞いてるので、脳は主語がわかりませんから、自分も褒められてる感じになるというね、まあ、一石二鳥なので、本当にいいんですよね。 そういいいっったたねちょととしこででんすよ日々のちょっとしたことで例えば店員さんにありがとうございますとかね買ってる側だけどありがとうございますって言ってるかとかねそういったちょっとしたことで皆さんんの波動がね変わってくるんですそういった皆さんの日々の積み重ね日々やってることがそれがエネルギーになっちゃって出てるんです波動で出てるんですよ。まあ、ですから皆さんがよくね お天道様は見てるっていう風にね。言われます。けれども、お天道様はまあ見てるんですよ。実際見てるんですけど、まあそれだけじゃなくてね。皆さんがね。誰も見てないところで何かやっててもそれ全部あなたのエネルギーに出てますからっていう話なんですよ。全部波動に出ちゃってるんですね。で、その波動が今後は、まあ、波動の時代になって波動によって分かれてくる。 今までのようなどんなやり方が汚くても成功すればいいとかそういう問題じゃない結果の見えるものじゃないんですよ。波動が今後は重要なな価値でで全てての基準になってくるんですね。ということは皆さんがどんな生き様をしてるか普段からどういうことを心がけて生活をしているか皆さんの心の感情がどんな状態かっていうのがもう全部出てきてそれがそのまま皆さんの人生が大きく決まってくるってことなんです。 ですから皆さんが、ね、常に、ね、思いやりを持って、ね、あの周りのすべての存在ですよ、その見えるもの、見えないものもですけれども、うん、いいスピリットもたくさんいますからねあの守護霊様とか神様とかいらっしゃいますし、まあ、様まざまな、ね、ものに対してもちろん生きている存在もそうですよね動植物さんとかね人間だけじゃなくて様々いますよね地球にもそうです。そういったものに対して愛情を持っているかってことです愛愛情ををを持持っっててさらに愛を持った行動をしているかってことなんですよ。よ 例えばね、ちょっとエコバッグ持って地球環境に配慮するっていうのも愛の一つだと思いますしちょっとしたことでもね皆さんがあ何とかのためにこうやった方が、ね、助かるかなとかねそういったやってあげることも愛ですよね。そういったことをしてるとそういっった波動になってくるんですよ。そういったものが出てくるんですね。 であと感謝ですよねと感謝はね私も今ねあの無料のオンラインサロンで感謝のワークとかやってるんですけどこれもやらない人は全然やらないんですよねあのサロンに入ろうが。やらなきゃ一切意味ないですから。でこういうのって日々の積み重ねなのででできてるかなんですねであの感謝っていうのは本当に愛と同じように高い波動ですので、まあ、常にそれを感謝できてるかってことです。例えばね今ウクライナの問題とかあって日本は戦争はないわけです今のとこね。 そして皆さんが安全な環境で住めてる安全な環境で過ごせてるってことは相当感謝すべきことだと思うんですよね。これ日本に生まれて日本に住んでるってこと日本に住ませてもらってるってこと自体感謝だと思うんですよ。そういったことでちょっとしたことでもね見つけるとね感謝ってめちゃくちゃたくさんですよあの。何かプラスするんじゃないんですね。プラスししななくててて今あるるるるるものののに感感感謝謝謝すすすすすこととととが大切なんででそそうう波波動動って高いですからね エネルギーが良くくななるるたために,逆に、ね、に逆感謝したくなるようなことが起きるわけです。よく引き寄せの法則でねあの感謝するとね先にありがとうとか言っちゃうと後から来るよとかそういうのあるじゃないですか先にね感謝の感情を感じるとか先にあの本当にああありがたいなって実感するってことをすると結局それで波動が上がるからねそういうことをするとね波動が上がるからこそそのいいものが引き寄せられてくるんですよ。逆ですからね。 ですから皆さんが常に愛を持って生きてるかとか感謝を持って生きてるかってことが波動を高めるこことななんんでですよ。これ日々の、ね、練習なんです。他にもいろいろありますよ、まあ、トラウマとか、ね、日々の辛い感情とか、ね、そういったものを、ね、デトックスしたり、ね、浄化して癒していく流していくっていうものも、ね、大切ですし、まあ、一番大きな、ね、波動を上げる方法というのは、ね、許しですよね。 で皆さんそもそもねあのネガティブな感情とかって悪いっていう風に思ってる方も多いと思うんですけどもネガティブな感情というのはねあの必要だからあるんですよやっぱり一般的に波動が重くなっちゃって良くないっていう風に言われてるんですけれども、まあ、ただですねネガティブな感情も本当に必要なね感情なんですよ例えば喜怒哀楽ってありますけど必要だからね喜怒哀楽があるんです怒るというのもそれは自分の命を守るために怒るんですね悲しむというのもそれも自分が傷つけられて結局ね 自分を守るために悲しんでるし自分のことをあこれは悲しい傷つけられて悲しいことだだから自分を大切にするために悲しむんですねつまりこれは危険サインだよとかこれはね自分の命とか自分の幸せを脅かすものだよってことを分かってそこから自分を守るために怒りとか悲しみっていう感情が出てくるのでその究極の部分ってね自分を愛することなんですよ。自分を愛すするための感情なんです だから、ね、この喜怒哀楽ってとっても大切なんですけれども、まあ、ただねやっぱりそのネガティブな感情とか辛い感情っていうのは波動的には重くなっちゃうんですねでその時にねこれを毛嫌いしてねこれいらないとかそういう風にするんじゃなくてそうするとそれを否定してるってことになりますよねまたねネガティブな感情を押し殺してねあのないものにして蓋をしてポジティブなふりをして、ね、やたらとポジティブにするっていうのもね違うんですよねでそうじゃなくてネガティブな感情を受け入れてあげるってことですで受け入れるって 愛なんですよ。前も説明してるんですけど「愛」っていう漢字はね漢字を分解しますと上が「受ける」みたいな字になってますよねで真ん中「心」でね下が「入れる」みたいな字になってるんです。本当に日本の漢字でうまくできてるんですけど愛愛ってね、受け入れることが愛なんですよ。例えばねあ、本当に人を殺したいぐらいのね憎みとか恨みそういうのも受け入れてあげる。 そういうのもそれぐらい怒っても仕方ないよねとかそれぐらい恨んでも仕方ないよねとかねそれだけ傷つけられたんだもんねとかねそういう自分の辛さとか悲しみとかを受け入れて許してあげるまあもちろん実際にね殺すとか暴力振るとかそういうのは駄目ですよ、絶対にねそうじゃなくて自分がそういう感情を持っちゃっている自分を許してあげるっていうことです許しててあげるってことが愛なんです。本当にこれ究極の部分ですけどでそうするとね癒されていくんですよ。 あ自分にね、まあ、よく「まあ、インナーチャイルド」のやり方でもそういうのやるんですけれども結局自分につ、ね、らかったねちっちゃい頃のね、自分につ、ね、ら、まあ、かったねとか苦しかったねって寄り添ってあげる寄り添って泣かせてあげたりするとだんだん癒されてくるわけですよね。まあ、そうやって自分のね自分の感情を、まあ、本当にそれはつらかったねそれはなんとかちゃんが自分を守るためにね、怒ったりね、恨んだりするのはね、それは仕方ないよそれだけのことされたらねでもそれは自分を大切に思ってるからこその感情なんですね。 自分を愛してるからこその感情なんですよだからそれはねとてもねあの悪いものではないんですねもちろんエネルギー的にちょっと悪くなっちゃうんですけどだからそれを手放すとなるのは嫌だから手放すというよりはそれを受け入れてあげてあ、そういう感情を持っちゃったの仕方ないよねっていうふうにねしてあげて癒してあげてねあの本当につらかったねっていう感じでやってあげるとだん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 癒されてあの浄化されていくんですよ感情っていうのはね。ですからねその受け入れるっていうことが愛なんです。 あこれはね自分のいいところ悪いところとかね、まあ、そういったものもね、まあ、嫌いな部分も受け入れるってことが愛なんですよね。でそのね自分が怒ってしまったりとか傷ついて、ね、悲しんでしまったりとかそういったねマイナスの感情を持つこと自体も許してあげるんですよ。自分を許すってことは愛なんですよね本当に愛も許しも同じようなもんだったりしますからだからね本当にねこれかなり本当に人生で一番ね難しい部分だと思うんですよ許しとかそうなんですけど。 まあ自分にひどいことをした人を、ね、許すとかねただ今日は天斜日ですのでね <laughs> だからまずね自分がねどんな感情を持っててもそれをまず許してあげる許してあげてそれを受け入れてあげる本当にそ,んなそれだけの感情を持ってきて辛かったよねそれを抱えてきてきたの本当につらかったよねってことをね受け入れてあげて慰めてあげるってことですそうやって自分に寄り添ってあげてでそれは自分が今まで自分を守るためにね自分の命を守るために自分を愛してるからこその感情だったのでそこをね認めてあげるってことです。 まそれがねあの自分を癒していくことになりますので、そうすると感情もねどんどん癒されていって、皆さんの心の中とか体に溜まってたねマイナスなものとかもね、ま感情面ではね取れていきます。まあ、細胞とかいろいろ脳とか入ってるのはちょっと違うで、ね、ちゃんと専門的な方法とかいろいろあるんですけども、まあ、感情面ではそういう感じでねだんだん癒されて、ね、いきますので、そうするとそのネガティブな感情の分がプラスになると、どんどん皆さんのプラスの波動が高まっていくんですよね。 で今日はねあの「許し」という話も出ましたけど転写日ですのでね、まあ、ちょうどねいいかなとも思いました。とにかく波動を上げるということでねもう一番大事なことそして毎日本当に実践していくことは「愛」と「感謝」を持って生きるそして「許し」をするってことですね許、まあ、許しししはは愛ででですすので、まあ、本当に許しは特に特難しいですけれれどもこれをやったらね。 本当に波動が上がりますまず自分を愛する大切にする愛というのは他人だけではなくて自分をまず愛することと人へももちろん愛を与えていくってことですね他人とか他の命も大切にするっていうことですね思いやりを持って接するそして感謝を持つまあ、そしてちょっと難易度が上がりますが自分も他人も許してあげるってことですこれだけできたらね相当波動高いですよ本当に本当にこれはねできたら本当に相当波動高いですのでうん。 ま本当にここをねやっていけばいいと思いますこれを日々できるかってことなんですよ本当に波動が高くなっちゃったら本当にね例えば次元とか意識が高くなれば本当に例えばどんな辛いことがあったとしてもそれも感謝の目線で高い次元から見れるからね物事をねっていう風になってくるわけですよね皆さんが生まれてきたのは魂を成長させるためなのでま修行なんですでね魂を成長させるってね あの楽しいことばっかかったらそれは簡単に楽しい感情になりますけれども辛いこととかね信じられないこととかね怒りくることだってたくさんあるわけですよねまあ、そんな中でも愛を持てますかそんな中でも感謝を持てますかっていうのが課題なんですよだから試練が起きたとしても そんなね辛い中でも愛を持てるか感謝を持てるかっていうのは神様からの宿題みたいなねあの簡単じゃないですかただただいい人生だったらそれはね感謝できるし愛も持ってるよねってなっちゃうけどこんな辛い環境で生きてきたのにそれでもあなたは感謝を持てますか愛を持てますかっていうのがね 神様かこれをあ,のあなたはちょっとこれちょっと今世の経験としてね今世の魂の課題として乗り越えてちょっと成長してねそういうことができるようになりなさいっていうすっごい難しいねテーマをたくさん与えられてますので。 まあそれはね、私もなかなかできないです、本当になかなかできないし、本当に殺したいぐらいの、ね、人とかもいましたし、本当にね。だけど、これをね、まあ、一応魂の感覚は分かっててもね、やっぱりその人間としての感情がたくさんあるわけですよね。だけど、それでもそうやって努力をするというかね、うん、っていうのがこのように生まれてきた目的なので、そういったものをね、経験を超えて、私たちはその愛を大きくしていくっていうのが課題にもなってますのでね。そうやって皆さんが、 すっごい辛いんだけどそれでも感謝を本当に持てるようになった時とかそれでもなんかすごく心からねもう感謝を持てたり心からねそれをね愛情を持って手放せた時とか許せた時っていうのは本当にそれは皆さんがもう一気に成長してさらにその波動がガーンと上がるんですよねで。そうするとやっぱりもう起こることがどんどん変わってきますので、まあ、これは本当にねあの宿題というか あの障害物競争みたいななものなのでねね人生が、ね、だからそこはしょうがないなと思ってね常に皆さんがどんな状況の中でも愛を持って生きる感謝を持って生きるというのをねやってみてください。本当に大変ですけれどもあのよく人によってはねあの紙に書くワークをやったりとかね毎日今日何々が あありりがががととうございいいままましししたたたってて感謝をしてねね今日何ここんななみ書く人もいますそれもねすごくいいことだと思いますしあのぜひ皆さんね自分なりのやり方でね常にねあのちょっとした行動を愛を持っているかってことをこれ24時間365日全てどんな時でもです誰も見てなくてもそうなんです。っていうことができてるかってことが皆さんの波動に表れてるんですね。ですからこの波動ね本当に大事になってきますのでぜひ皆さん生き方普段の心の在り方をね 常に愛と感謝ににになれるようう一緒に、ね、努力をししていきましょう、まあ、本当にこれねなかなか毎日できるって私も全然できてない時たくさんありますけれども、まあ、それをねあの常にこれも練習ですからだって地球に皆さんが生まれてきたのは修行のためですからねあの魂のね特に今魚座木星期っていうのはあの今年は魚座木星期っていう時期なんですけども。 本当に噂っていうのは愛とかそういったエネルギーがすごく大事な時期なんですよね本当に今年はねまさに愛で生きなきゃいけないんですよまさにねで本当にこれからそもそも波動の時代なんでこれからずっとそうですで今までとは全く真逆ぐらいに全然変わってきますよ今まではどんな手段を使おうが自分がのし上がりは良かったんですよそういう2000年間が終わっちゃったんです そういう2000年間だったんですよそれが街の時代が終わり風の時代になって風の時代になったのは250年ぶりぐらいですけれどもさらに地球全体が2000年ぶりぐらいに波動が変わるというねまあ、すごい転換期なんですよねそれでも皆さんはもう全く今までとは生き方が全然変わってくるはずなんでこれからねただ本当に心が綺麗な人ほど生きやすい世の中になるってことなんですということで今日は今年最強開運日でこんなお話をさせていただきました ま、私は本当に話す時ってね。本当にふって湧いてきちゃうんですよ。湧いてきてね。喋んなきゃって感じがしててね。で、正直横で神様の神棚とかがあってね。アマテラスオブ神様とかなんか見守ってる感じなんですよね。あれなんか喋ってると思いながらね。本当そういう感じなんですよ。 でなんか言わされてるようなところもあるのでなんか私が思ってないようなことまで言っちゃったなとか結構あるんですよねで。そうやってもう結構言わなきゃと思って喋ってますので本当に今んか私も YouTube だってねあの収益本当にほとんど収入になってないですし米国税も課されてますしね本当に別に利益とか全然本当にないって感じでやる意味もないぐらいなんですけれどもこもしゃべんなきゃって感じなんですよね。ね、これももつのの、ね、お役目として、ね、私も話してて私話ますので、ぜひ皆さんね。 一緒にあの愛と感謝を持ってねやっていけるように頑張っていきましょうということで宇宙元旦が始まったばかりの今年1年間最強開員日ここから皆さん一緒にスタートしていきましょう最後までご視聴いただきありがとうございましたまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします See you next time!